It's a crane! Yeah, you're playing! ね、今そこでイーライ遊んでるんですけど、今日はですね、コンタクトレンズのレビューをしたいと思います。私の目の色なんですけど、普通に茶色、まあダークブラウンみたいな感じの色なんですけど、個人的に自分の色が大好きで、嫌いだからコンタクトレンズをずっと愛用しているっていうわけでは全くないです。逆になんかそのファッションのためにやっぱり視力が悪くてコンタクトレンズを使用しないといけないっていうことで、そういう事情があるからこそ、じゃあ目の色とかをたまに変えて、でファッションとかメイクを楽しみたいと思ったんですね。なのでもう本当に10年以上コンタクトレンズをカラーコンタクトレンズを使用しているんですけど、でたまにですが、おすすめのカラーコンタクトレンズはありますかっていう質問もあったので、まあ、ちょうどいい機会だなと思って早速ね、その見せたいと思います。今回これからね紹介するカラーコンタクトレンズなんですけど、世界中ですごい話題の人気の、それこそカラーコンタクトレンズ界のランボルギーニみたいな感じのブランドで、カラーバリエーションがたくさんあって、でもどうしてすごい有名なのかっていうと、ナチュラルなんですよね。すごいリアルな色にしてくれます。すごい。なので今からね見せたいと思うんですけど、これから紹介するカラーコンタクトレンズのブランドなんですけど、ソロティカといって、はい、ブラジルのブランドです。でパッケージなんですけど、こんな感じですごい可愛いですよね。こうソロティカって書いてあって、で早速なんですけど、私がね日本に住んでた時にね愛用していたこのブランドのコンタクトレンズなんですけど、このハイドロコールのやつで、あのメルっていう色のやつなんですけど、これからつけたいと思います。あのメルっていう色のカラーコンタクトレンズはこんな感じで、写真映えすごいです。ちなみになので、こうの夜だとまた違う色味が出てきたりとか、すごい明るいところで写真撮ったりするとまた違う色が出て、で、あの太陽の下だとすごいまた違う色が出て、なんかすごいおすすめです。ちなみにこれ、こう遠くから見るとすごいリアル感が出るんですよね。確かその1メートルこう離れていると、なんか多分気づかないと思います、あのカラーコンタクトレンズでやることを。なのでそれがまさにソロティカの魅力ですね。なんかやっぱりその近くで見ると、それはねコンタクトレンズだってこう分かるかもしれないんですけど、1メートルぐらいこう離れている距離からはね全然分かんないっていう、なんかすごい素晴らしいんですけど、これが一番最初のメルっていう色のカラーコンタクトレンズです。で自然の光で、あのこれからも見せたいと思います。 Can you see mommy's eyes? Is there something different?Do you like this one better? Oh, don't touch my eyes though. Do you like this one better? No? Oh. It looks the same. It looks the same. I have to do something else. Oh, I have to wear another one? Yeah. Okay, I'll show you. で、オクレっていうカラーコンタクトレンズの色はこんな感じです。こう、本当にまさにナチュラルですよね。なので、これが一番なんか、無理ないかなっていう感じもしますよね。こっちの方がなんかその普通にまあ毎日使用できそうですよね、この色だったら。でこう近くで見るとこんな感じで、遠くから見るとこんな感じです。でナチュラルなライトだとこんな色ですね。でこれから紹介するカラーコンタクトレンズなんですけど、ハイドロコールシリーズのアベラっていうカラーのコンタクトレンズです。でアベラっていうカラーコンタクトレンズの色なんですけど、こんな感じですね。近くで見るとこんな感じで、1メートルぐらい離れた距離で見るとこんな感じですね。まあ個人的にはあのちょっと先ほどのナチュラルのカラーコンタクトレンズよりかはちょっと派手っていうか、でもリアル感はまだある方ですよね。これから紹介するやつなんですけど、クワッツォって言ってちょっとグレーがかかったような青の色なんですけど、まさにうちの
ね、そのイライみたいな感じの目の色ですね。イライもブルーアイズなんですけど、ちょっとグレーがかかったような青の色なので、なんか彼とお揃いの色ですね、まさに。なのでそれを今からつけたいと思います。はい、で今クワルツっていうカラーコンタクトレンズを使用しています。こんな感じですね。アイスブルーみたいな感じなんですけど、一応グレーです。でこのカラーコンタクトレンズなんですけど、太陽の下でどういう感じに見えるのかすごい楽しみなんですけど、今から見せたいと思います。このカラーコンタクトレンズなんですけど、一番最初につけたメルとちょっと似てますね。似てるところなんですけど、照明によってで色合いが変わりますね。こう室内の照明だとこうグレーみたいな感じに見えるんですけど、太陽の下で緑っぽい感じになりますね。こう外側がグレーで中側が緑っぽい感じになるので、すごい不思議なカラーコンタクトレンズだなと思いました。でもすごい好きですね。こうなんだろう、すごい派手な格好を、派手なメイクをしたい方にすごいおすすめっていうか、なんかハロウィンにつけたいなと思いました。で、次に紹介するコンタクトレンズのシリーズなんですけど、アクアレラっていうコンタクトレンズのシリーズで、この色なんですけど、これはちなみに新作で、エメラルドグリーンみたいなちょっと暗めのグリーンなので、すごい楽しみですね。私はどちらかというとグリーンアイズのカラーコンタクトレンズが一番お気に入りで、一番楽しみにしていたやつです。なのでこれからつけたいと思います。こんな感じですね。このグリーンの新作の色なんですけど、近くで見るとこんな感じですね。で遠くから見るとこんな感じですね。なんか一番好きかもしれないです。黒髪で日焼けした肌になんかぴったりだなって思います。こうこんな感じなんですけど、すごい多分これもオークレーの次に頻繁に使用するかもしれないですね。これすごい好きです。で最後に紹介するやつなんですけど、同じくアクアレラシリーズのベレッツァグレイっていう色のコンタクトレンズです。こんな感じですね。グレーのやつなんですけど、すごいもうそれこそこれぞハロウィン用に使用するべきコンタクトレンズみたいな感じなんですけど、すごい強烈な目ですよねこれ。でもまあ個人的には好きですね、意外に。まあ服装によってとかメイクによっていろいろ楽しめそうなので好きです、意外に。なのでなんかこんな感じですね。近くで見るとこんな感じで、ちょっと離れるとこんな感じですね。で、太陽の下でもどう見えるのかを今から見せたいと思います。今ちょっと太陽の光で見たんですけど、若干本当にアイスブルーみたいな感じですね、まさに。こう使用してね、実際につけてる感があるのかなっていう、もうつけ心地いいのかとかって心配する視聴者さんもいるかもしれないんですけど、この3ヶ月間のカラーコンタクトレンズっていうのはつけてる感じ全くしないです。なのですごい毎日使用できそうですね、個人的に。なので、でもう一番最初に紹介した1年間用のカラーコンタクトレンズなんですけど、一応ソフトのカラーコンタクトレンズなので、こうつけて居心地悪いとかってそういうわけではないんですけど、あ、カラーコンタクトレンズつけてるんだなっていう感はします。で数時間つけている感じだったらね、普通に困らないと思います。でもこっちの方が多分目に優しいかもしれないですね。なのでどちらかっていうとつけた感が全くしないカラーコンタクトレンズの方がいい方は、ぜひその3ヶ月用のカラーコンタクトレンズをおすすめします。1年間用のカラーコンタクトレンズと同様、色もほぼ変わらないので、ぜひチェックしてみてください両方で。デイリーズもあるし、まあいろいろあるので、ぜひ興味ある方はサイトをチェックしてみてください。情報欄のところにつけときます、すべての情報で。クーポンコードもあるので、気になる方はぜひね利用してみてください。で今回の動画はねこういう感じで終わらせたいと思います。もしね、その気になることなどね、質問あればコメント欄の方でね、残してください。で、最後までのご視聴本当にありがとうございます。それでは。